Suzuki。 はい、前回までは空海誕生っていうところからお話をお聞きしたんですけども、その空海が完成させた密教についてですね。そうですね、はい、でまず密教をもう一回簡単に一言で言うと、はいはい、その唯識思想が、まあ、一言で言えてないけど唯識がありますと、はい、唯識っていうのは全てはもう全ては自分の認識によってこの世界は成り立っているし、うん、自分もそれによって成り立っていると、はい、だからその認識にアプローチすれば自分も世界も変わっていくんだという考え方だ、はい、だけど無意識の部分を書き換えるということはとても難しいので、うんうんうん、そこは特殊な技術が必要だと、はい、でその特殊な技術を持っているのが密教であるという話をしましたよね。でそれはそうなんですよ、はい、でもう一つ密教が持っているその特徴っていうのは、うん、即身成仏っていうのがあるんですね。即身成仏、これは大乗仏教っていうのは、はい、成仏するまでに輪廻転生を繰り返してかなりの時間がかかるものなんだっていうのが大乗仏教ね、はいはい、それは個人差があるんだけど、はい、みんな基本的にめちゃくちゃ時間がかかっていくんだと、はいはいはい、で即身成仏っていうのは凄まじいことを言っていて、うん、その自らの無意識化をハックすることによって速攻で成仏するんだっていう話をするんですよ。そんなチートや。チートです、うん、要はみんないろんな修行とかやってそのちょっとずつ成仏していくんだけど、成仏っていうのは要は悟るってことね、はい、その密教っていうのはすごく優秀な修行体系を持っていて、はい、その修行体系を実践することで自分の無意識のそのマナ式アラヤ式をハックすることができる、はい、でそれをハックすることによって速攻成仏できる、はい、それめっちゃいいじゃないですか。めっちゃいいですよね。はい。まあみんなめっちゃいいってなったんですよ。はいはいはい、めっちゃいいめっちゃいい、やりたいもんそれ。はい、っていう宗教なんです、はいはいはい、でもう一つ特徴を言うと、はい、まず特徴から言うね、はい、すごくシンボリズムの面があって、はい、シンボル化していくんですよあらゆるものを、はい、密教が言ってるもう一つのことっていうのは、はい、そのこれさっきヤンヤンがちょっとだけ言ったんだけど、はい、宇宙の真理というのは人間が使っている言葉では表現しきることはできない、うん、あ、ありましたね、だから言葉だけで理解するっていうのはもう難しいと、はいはいはい、ありましたね、難しいんだけれども、うん、それをそのまあでも本当はできるんだっていう話をしてんだけどね、うん、難しいんだけれども、うんうん、その諸要素諸概念っていうのをシンボリックなものにしていって、うん、そのシンボルっていうものを自分にインストールすることで、うん、悟りに対してかなり早くアプローチすることができるんだっていう考え方があるんですよ。うん、シンボルをインストールする、これすげえ面白かったんだけど、うん、ちょっとわからんな、僕僧侶に聞いた時に、はい、僧侶の方が例えでおっしゃってたのが、はい、例えばマクドナルドの看板を見たら、はい、マクドナルドの諸要素について思い浮かべますでしょと、はい、間違いない。で CM を見てなくても「I'm Rabbit」っていうあの音声を聞くだけで、はい、マクドナルドのビッグマックであるとか、はい、あらゆるあの店のレイアウトであるとか制服であるとかいうのが一気に想起されるであろうと、はい、あれを実はやってるのと一緒なんだっていう話をしてたんですよ。ほう、なるほど。あらゆる悟りに必要な、うん、もう凄まじいたくさんの概念があるんです、うん、はい、その概念一つ一つを全てシンボル化していくんです。はあ、そのシンボル化したものを全部身につけたりだとか言葉一つの言葉とかに象徴させていくんです。はいはいはい、でそれをその修行の中とかで一瞬で自分が想起できるようにそれを使うんですよ。はあ、その言葉自体には単独ではそこまでの意味を持たせられないんだけど、おうおうおう、シンボルとしては全ての意味を、全てというかそのある分野の意味を包含して持たせることができる。はいはい、だからマクドナルドって言ったら自分たちがマクドナルドのあらゆることを一気に想起するように、はい、ある一つの言葉なりある一つの宝具、はい、道具などにそれをこうシンボライズさせることによってそれを自分に一気に想起させて、その想起をさせるということによって悟りのスピードを上げるんですよね。はい、だから面白い、圧縮ファイルなんです。圧縮ファイルですね、はい、圧縮ファイル回答と一緒です。はあ、なるほど、すごいよね、すげえ。宝具って圧縮ファイルだったんだよね。俺圧縮ファイルって知らなかったけど圧縮ファイルだったんだよね。うん、そうそうそう、なるほど。だからそういう圧縮ファイルに誰でもアクセスものできるものじゃないんですよ。だから秘密の教え、密教なんですね。回答コード持ってないといけないから、アルゴリズムが必要。その回答コードはやっぱ習得しないといけない。それは言語を超えたものであったりするので、それは言語を超えたレベルで修行することによって体得をし、で全て究極に体得すれば別にそもそも圧縮ファイル回答する必要もないんだけど、それをその便利なんだと、やっぱり。
でそれをその身の回りに置いておく、でそれを自分が想起したい時に想起させることができるっていうことはとても便利であって、はいはいはい、それをするためにやってるんだっていう話を、そういうことね、されてましたね。それで密教、それで密教だね。なんかめちゃくちゃそのこういう言葉適切か分からんけど、オタク心とかコレクター魂を刺激されるよね。その表現面白いね。集めたくなるよね。確かにね。これポケモン、そうそうそう、ポケモンとか、ポケモン集めるのと同じですもんね。そうそう、ポケモンだったりとか、なんかこうすげえ、こう普通の人から見たら単なるものなんだけれども、めちゃめちゃこれにいろんな意味が込められてて、めっちゃ語りたいみたいな。なんかすごいそれが刺激される、僕個人の感覚として。あの大日如来っていうのがいて、密教のその最高物なんですけど、大日如来っていうのがいて、この大日如来っていうのはまあ宇宙そのものなんですよ。なんかありましたね、その話。でもうこの時点で意味不明の人、完全に意味不明に突入すると思うんですけど、大日如来っていうのは宇宙という概念を擬人化したものなんです。まずだから擬人化してるけど別に人ではなくて概念なんですよね。でこの概念っていうのは宇宙そのものであり、宇宙の真理そのものなんですよ。はいはい。けれども有意識で考えたらわかるけど、宇宙そのものっていうのは全て自分の認識から発展していってるので、そのそれに対するアクセスも基本的には自分に対してアクセスすれば宇宙にアクセスできるという考え方になるわけです。でもっと言うと、その全て自分の認識の中でできていて、その完結するわけなので、その宇宙イコール自分なんですよ。はい、なるほど。わかります。なるほど。宇宙は自分なんです。うん、そう。宇宙イコール自分、うん、でこのやばいよね。やばい、うん。だから大日如来と一体化することが一つのゴールなんです。そう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 。それは宇宙と一体化するということで、うん、これに関して例え話で、俺は室越ってあのほら人類学の番外編で出てきた室越とちょっと雑談というか会話してる時に、彼が言っててめちゃくちゃ面白いなと思ったのは、空海が言ってるってことっていうのはマトリックスの世界にすごく近いんだと。何やと、また出てきたぞ。うん、マトリックス見たことない人分かんないかもしれないんだけど、マトリックスっていう映画は3部作あってね。で、あれは まずパート1で何が起こるかって言ったら、この世界っていうのは僕たちが世界だと思ってるこの世界は実はプログラムコードなんだと。コンピューターに作られたプログラムのコードでできていて、今僕たちはこうやって物で触ったりできると思ってるけど、実はこれ全部もプログラムでプログラミングされていて、触るという感覚そのものもプログラミングなんだと。でそれに気づいたものはその世界の一つ上の階層の世界にでこうやって目を覚ますことができて、世界は真実の姿だよね。真実の世界で目を覚まして、でその世界の住人っていうのは、これがプログラムのコードでできている世界ということを完全に理解すると、このプログラムのコードの世界の中で何でもできるようになるんだっていう発想があるじゃないですか。わ、意味わかります。わかる。あの救世主として空を飛んだりできるんだと。わかる。密教が言ってるのはそれなんです。うわーわーやばい、入りたくなりました。やばい、なんか俺密教する。これすごいすごい。なんかだから、なんでミサイル防衛ができるかって言ったら、それだからです。すっごいすっごい変な、あのマトリックスの中でネオ救世主だって言って、主人公であるあのネオがいろんなことをやると。で悟ってない人っていうのはそれを理屈で理解していても、あの中で救世主のように振る舞えないんだけど、本当にそれを悟った者はあの世界で本当に神のように振る舞うことができる。それは神、なぜかって言ったら宇宙の真理と自分は同一であるからだと、そういう考え方なんです。そういう考え方に基づいて、だから即身成仏ができるんだっていう話をしてる。あのその宇宙の真理イコール自分っていう考え方をもっとこのロジック立てて説明すると、こう密教ではあの考え方があって、仏に対するブッダに対する考え方があって、さ前あの言ったように、そのブッダってこう過去から未来まで生きてるっていうことに一回なったじゃないですか。でも密教の中ではさらに一歩進んでて、実はこの全世界、全宇宙、そして過去の無限の過去の宇宙から無限の過去の未来の宇宙まで、全ての世界にブッダがいるんですよ。実は全ての世界にあらゆるところにブッダがいて、それが全部ネットワークでつながってるんですよね。ネットワークでつながってて、で一つのあの体系を形成してて、その中心にあの
大日如来が実はいるんです。その世界観はそのいわゆる一直線上のその時間線とかいう概念ではとまた違う世界観なんです。そう。全てが網の目のようなそのもので張り巡されているって言って、でそれ華厳経の話だよね。うん、華厳経の話。その網の目のように張り巡されていて、さっきのあのほら自分の存在っていうのは実体がなくて相手との関係性として存在するっていう話と一緒で、自分から見た相手っていうのと向こうから見た自分っていうのはそういう全て網の目のようなこうネットワークの中で存在しているんだっていう概念ですね。そうなんです。だから見る側面とか見る方向性から言ったら見え方が違うんだけど、まあ、これちょっと説明間違ってるかもしれないですけど、僕ちゃんと理解しないんで、そういう風な世界観で、その世界観の中でブッダはその時間軸とかいうレベルを超えて常に存在していて、それはあらゆる時空間にね、時空間に相談するし、そのもっと言うと全てがブッダなんですよ。そうなんですよ。全てがブッダ同一なんです。全部どうせコードなんで。そうなんですよ。同じプログラムコードなんで。確かにね。コンピューターの世界で例えると分かりますけど、コンピューターの世界で行われていることは全て0と1で表現できるじゃないですか。この世界もそうなんだっていう話と一緒なんです。でその0と1っていうことで書かれていることを真に理解すれば、この世界で起こっていることの全てを司ることができるっていう考え方です。なんかそれを何だろう、イメージすれば何ができるかというと、この世界にいるこの大日如来にを供養すれば、あらゆる時空間のブッダに全部供養できることになるんですよ。だから悟りのスピードが爆上げします。なるほど。とにかく悟りのスピードを上げたいんだよね。上げたいです。あと因を結ぶんですよ。なんていうか、僕できないけど、こんな臨氷投射みたいなやつ、こうやってね、手と手をね、こうやってやったりするんだけど、これも全部の指にそれぞれ世界を説明するシンボリックな意味が宿っていて、これのくっつけ方とかでそれがどういう関連性を示してるかとかいうのが全部シンボリックにその意味が包含されていて、意味付けされてあって、その形を作るっていうことはどういうことかっていうと、これも僧侶に聞いてとても面白い答えが分かってきたんだけど、これはプログラムをインストールするっていうことと一緒なんだって話をした。なるほど。コンピューターにソフトウェアをインストールするっていう動作なんだ。怖いよ。これマジやばいよ。この後やばいぞ。あのね、あの仏教の儀式をするときに密教でね、結界張るんだって。あ、そのまず払い清めるんだって。これは OS のクリーンストールで、その後に結界張ってファイアウォール張るんだと。でウイルスバスターとしてそのアシュラじゃないや、不動明王を置くんだと。これウイルスバスターなんだと。でこうやって敵、要はその概念、他のものが入ってこないように綺麗にした状態でプログラムをインストールする。それでその儀式をしてプログラムをインストールをして、そのインストールするとそのインストールしたソフトウェアを機能させることができるから、それを機能させて病気とかを治す。で治したら今度はそれをまたアンインストールしないと次のソフトウェア入れられないから、アンインストールの儀式をしてらしいです。この超越的なものと自分との関係の構築を三密家事って言うんですよね。あ、三密家に出てきた。三密。急に現代来た。そうですね。なんか言葉と体と、あと意識だよね。そうね。意識。すごい、怖い、怖い。それぐらいのレベルの意味が込められていて、でそれをその習得するやり方としてのその三密家事、その修行っていうのもありますし、まあそういう修行を通してそれを理解して体得していって、いつでもインストールできるようになって、でインストールがその世界の真理を理解して、世界の真理を理解していつでもインストールできるようになると、マトリックスのネオのような振る舞い方ができるので、当然ミサイル防衛的な音量も退散させることができますし、そもそも音量がいるということ自体が全部自分の認識なんで、その話がやっと分かった今、やっと分かった。確かに自分自身が大日如来になればもう宇宙の全てになったってことは同じだからね。そう、同一なんで、自分でそれには自我を消さないといけないんだよね。やっぱり宇宙と同一になるためには自我っていうものが必要ないというか、超越しないといけないので、じゃあ自我は何かっていう話が哲学として生きてくるわけ。さっき言った自我っていうのは実体がなくてみたいな話になるわけよ。だからすごいんだよね。はあ、ちょっと待って、きつい、なんかブーってなるぜ。でもこのレベルの説明はどの YouTube にも本にもなかなか書いてなかった。やっぱりやばい、マジで。
いや深井さんの説明が分かりやすいし、ヤンヤさんの説明が説得力がありすぎてやべえ、なんか、うん。だってもう T シャツに神羅万象って書いてますもん。ああそうです。ヤンヤさん、そうそう、神羅万象。まあそうだ。はい、もうだからこれは密教です。僕が今あの第二次如来になってる感じじゃないですか。めちゃくちゃ面白いです。まあでもあの第二次如来と同一ですから。はい、草木も第二次如来と同一なんですもんね。もうフラクタルな世界観だよね。フラクタルだね。そうだね。塵の一つの中に無限の第二次如来がいる。全くキリスト教と違うよね、考え方が。キリスト教は神が全てを作ってるわけです。でも今の話はいわゆるその第二次如来と我々は同一であるという考え方、全然違う。全然違う、マジで。全然違う。そうだよね。力関係もね、いや力関係、その第二次如来ちょっとこう誤解しないとしてはいけないのは、あのイスラムとかキリスト教における神っていう性格じゃないんですよね。第二次如来って何もしないんです。そこにいる、存在するだけなんですよ。行為は何もしないです。人間に何も命令もしないですし、何もしないです。存在そのものなんで、いるだけ。人格化してるけど、人格というよりはだから存在そのもの、その宇宙の真理そのものなんで、大日如来っていうのは。ちなみにあの東大寺の大仏もそうだよ。あれルシャナ仏って言うんだけど、宇宙の真理そのもの、あれは擬人化して大仏にしてるだけ。そう、まあ、あれ、まあ、ある種、まあ、イコール大日如来とも言えますよね。ほぼイコールです。だからあれはめちゃくちゃありがたいんですよ。あれはもう宇宙の真理ですから。はい、だからキリスト教徒の人が結局仏教徒の人に、じゃあ神はいるんですかいないんですかって聞かれても、大日如来と自分が同一なんで答えようがないっていう謎のことが起こったりとかするぐらいのこの考え方の違い。そうですよね。いやもうなんか世界の捉え方が違いますね。ね、考え方っつうか捉え方が違うな。そうなんですよ。そうなんですよ。で、まあ空海はさらにその10個の段階にその意識っていうのを分けて、この意識はその発達段階みたいな感じで分けていってですね、その発達段階それぞれに各宗教っていうのを配置していったんですよね。これど、まあ例えばですけど、その一番その一番下のやつは食欲や性欲とかいう本能のみに支えられているというか支配された低い次元の状態とか、でその上がその良心が芽生えてきて人に施しをしないとなとか思ってる倫理的な概念がある状態みたいな、その上がそのこう来世があることを知って、その宗教のなんていうかこう仏教のその根本みたいなのをちょっと理解してきてる状態みたいな、でその良心がある状態が儒教でみたいな、でこの来世の輪廻転生のある状態を理解してるのがバラモン教でみたいな、こうやってどん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 、あと他の宗派もバンバンバンって配置していって、で最高の状態っていうのがその密教の教えによって真理の世界と一体になってる状態、でこれが真言宗によってしか達成できない。それはなぜかというと、もう本当に繰り返しますけど、自分の深層意識であるマナ式とアラヤ式を書き換える特殊な方法を持っている密教を使わない限り、そこに生きてる間に到達するということはとても難しいというか無理なので、それが真言宗のあれなんだっていう話をしているわけです。本当ネオだね。ネオだし、本当だね。この段階的な説明の仕方はすごく面白くて、このあと最澄が出てきて、最澄はその旧仏教と対立するんですよ。彼はまあその二大、その旧仏教との反対勢力として自分たちを出していくんですけど、空海っていうのは包含しちゃうんだよね。要は発達段階の途中にあなたたちがいるよと。その発達の延長線上に僕たちが、僕たちというか自分が言ってる話があるよ。だからあなたが言ってることも正しくて、僕が言ってることも正しいんだっていう話です。だけどその最澄が言ってるのっていうのはどっちかというと対立構造を作っちゃってるんで、対立しちゃうんですよね。ここら辺も空海のなんか特徴というか、そう違うよね、面白いところ、対立じゃないですね、ちゃんと段階というか上下というか、けど言われたらムカつくこと言ってんですよ、段階で下だって言われてんだけど、みんななんかもうあんまムカつかないんですよ。よく考えるとムカつくのかもしれないけど、そんなにこの人はその対立せずに行っちゃうんだよね。なるほどなるほど。いやなんか マズローの成長な段階みたいなものにも近いんかな。まあまあマズロー的な感じなのかもしれないね。まあこんな感じが密教なんです。ちょっと俺後頭部がじわーっとしてるんですけど、なんですかね。
これマナ式書き換わってるかもしれない。早いです早いです。マナですか。マナ式はねやっぱ行って言って修行しないとなかなか、うんうん、言葉だけじゃ無理です。修行というかまあ瞑想とか、うんうん、だからマインドフルネスとかと一緒なんだよね、うん、マインドフルネス何やってるかって結局瞑想して、うん、スピリチュアルな要素排してるけど結局この人たちが言ってることそんな変わんないと思います、うん、ただこのなんだろうシンプルにしてるだけだと思う。なんか意識の深層へのアプローチって実はあの西洋とかでもこうそういうものがやっぱ出てくるんですよ、はあうん、例えばその、まあ、知ってる人がいるかもしれないですけど例えば神聖ローマ帝国にそのマイスターエックハルトっていう、はいまあ、あのキリスト教の哲学者キリスト、クリスチャン哲学者が出てくるんですよね、はい、なんか彼が唱えたのはもう 神の中に自分を溶け込め溶かし込めみたいな、うんうん、そういった結構異端とされるこう考え方が彼が唱えるようになったんですよね、うんうん、彼神と合体することが、うん、これが実は無であると、うん、これがこの考え方は実はもう彼クリスチャンなんですよ、うんうん、でもクリスチャンからこういったこうちょっと密教に結構似ているような、ね、似てますよね。そうそうそう、うん、アプローチがやっぱ出てきてるし、うん、あと17世紀のオランダの哲学者スピノザっていう人がいるんですけれども、うんうんうんまあ、彼が まさしく神羅万象の中に神がいるというふうな世界観を提示したんですよ。神羅万象の T シャツの中にヤンヤンがいる。え神ヤンヤンの上に神羅万象の T シャツがある。そうそうそう、来てますかね、うん、だから全ては神の中にあるし自分の中に神はの神の全てがあるし、だからなんか僕別のなんか本のなんか読んだんだけれども宗教に関わらずなんだろうこう密教的なものに向かうようなベクトルが実はどこの宗教にも実はあるんだと思う、うん、それって影響を与え合ってるわけではないですね。でなくて、うん、でもその出てきた時代がこっちの東洋哲学の方が早いのが面白いな、うん、そうね、うんうん、だから多分キリスト教って厳しいんですよ、うん、だから多分そういう考え方を持ってもでも表に出せなかった時代が結構長かったのかなと思うよね。いや俺もそう思うね、うん、やっぱそこはすごくでかかったかなと思う。あなるほど。なのでそのまあ、その結局西洋哲学が発達するのも、うん、その宗教革命以降なわけじゃないですか、うんうんうん、近代化していってね、うん、だからその西洋哲学ってそれ以降からね一気に発達していくわけだけれども、うん、近代以降ね、うん、やっぱその東洋哲学って、うん、その言ってることがめちゃくちゃ専門的すぎて意味わかんねえんだけど、うん、やっぱ実は結構西洋哲学が言ってること先にもう言っちゃったりしてて、うんうん、そうそうそう、僕たちありがたがって西洋哲学結構勉強したりとか西洋哲学科入ったりします、うん、そんなしねえか。まあまあまあでも興味を持って、そうそうそう、はい、いやでも東洋哲学もやっぱり素晴らしいなって思いましたね。どっちが優劣ないと思いますけど、ちゃんと西洋哲学の方が正直分かりやすいしちゃんとロジック説明してると思うし、けど東洋哲学もやっぱりすごいんだなっていうのをなんていうかすごく感じましたね。密教か、入ってみます。はーい。今もう入ったことに書き換わりました。僕のプログラムが。でもなんかこれでも本読んでて、今はこうなんていうか社会関係性の中でこの話をしてるから、あんまり感覚としてはただ喋ってるっていう感覚なだけなんだけど、これ一人でやっぱ夜悶々とこういう本読んでると、本当になんか新しい世界の扉開けちゃう感じするんだよね。なんか自分の今までの世界の捉え方が根本から変わってしまうという謎の感覚があって。うん、一度そこに入ったらもう戻ってこれないんじゃないかというような恐怖とともにそういうのがあるわけですよ。それ深井さんが勉強しててちょっと、あ、そうですそうですそうです、片足突っ込んじゃった、その入り口をちょっと見ちゃったんですよね。これこのまんまずっと勉強したらもう完全に今の感覚と違う状態に突入して新しい自分になっちゃうんでしょうねみたいな、多分その感覚がやっぱ悟りと言われるものなんじゃないかなと。多分その感覚を空海はその18とかの時に掴んだから山に入ったんだと思うんだよね。でそっちにフルベッドしてると思うんだけど、俺はフルベッドはしたくないっす。ゲームとか好きっすもんね。そう、ゲームしたいアイスも食べたいしね。アイスも食べたい。だから本当なんかちょっとだけ感覚が分かって面白かったですね。うん、なるほど。あの空海の話じゃないんですけれども、うん、俺は日本に一休さんっていたじゃないですか。はいはいはい、一休さん。なんか一休さんが悟りを得る瞬間の話で実は残ってて、そう、一休さんってこう、うん、悟りが得られなくて実はその川に投身自殺しようとしたこともあったんですよね。結構苦しんでて。で、ある時確かなんか部屋の中にいてカラスの声が聞こえたんですよ。カラスの声が、その時に悟ったんですよね。カラスの声を聞いて、それは何を悟ったかというと、カラスの姿は見えないのに声は聞こえると、ということは
仏の姿は見えないけれども俺の中にあるんだっていうことを彼はそこの通りで悟ったんですよね。いわゆるその空の思想であるとかいうことを体感した瞬間がその感覚だったのかなと思うんですけど、でもそれに近いこと実は空海も経験していて、あの空海がそのですね、本読んでいくと大体どれにも書いてあるのが明けの明星だったかなんかが自分の口の中にこう突っ込んできて、それですごくなんていうか大日経の大切さだったのか、なんか仏教の真髄だったかを感じた瞬間があるみたいな、まあ、わけのわからない宗教体験が書いてあるわけですよ。明けの明星と星ですよね。その星が自分の口の方に向かって突っ込んできたんだみたいな、あの記述があるんだけれども、それも僧侶と話をしてて彼がすごく面白いことをおっしゃってたのが、その別にその空海の本に明けの明星が口の中に突っ込んできたなんていうあの記述が書いてあるわけではないと。それは多分誤解釈で、その明けの明星を実際にこう、まあ、修行の中で見た時に、そのいわゆるさっきの一休さんみたいな感じでね、その急に世界の真理、要はそのずっと自分が座学で勉強してきているそのここに書いてあるその論理っていうのを急にその明けの明星を見て、その中で滝の音とかが聞こえるっていう音とか、その視覚とかその自然の中での感覚がここに書いてある世界のロジックと一気にボンってつながった瞬間がバッてきて、それをその要は書いてあるんじゃないかっていう話をしてて、まあそうなんだろうなと思って。なるほど、理論とその身体感覚が一気に同調したんだね。ピンと来たんですね。そう、でもやっぱり身体感覚ってやっぱり動物としてすごく大切で、やっぱりその悟りにおいて切っても切り離せないと思うんですよね。なるほど、それが最初に言ってたその本読むだけじゃダメとか、ちゃんと言葉だけじゃダメで、その修行の中でっていう話に繋がってくるんですかね。そうなんですよね。そのちょっと余談だけど、その松岡聖剛さんの本に、っていうすごい有名な編集塾をやってたりとか、塾をやってらっしゃる方がいらっしゃるんですけど、その方が書いてあったそのそれこそ空海の本にすごく面白いことが書いてあったんだけど、その座禅っていうのはものすごい発明なんだと。その二足歩行をすることによって人間が生物学的にいろんなものを実は失っていると。その難産になったし、その脳の発達の仕方が変わってしまったし、その目の使い方とかっていうのがその真正面に来て、その距離感覚が分かる一方で何かを失うみたいなことがあったりだとかって言って、その生物学的に実はその失ったものがたくさんあるんだと。その失った生物感覚みたいなものを、その要は二足歩行から離れて座ったりすることによって、その身体感覚をの感覚を変えることによって自分たちがこの体で、この体においては悟れないようなことを悟っていこうとするみたいな、そういうアプローチ、そんな説明されてなかったんだけど、いわゆる僕そういうふうに受け取ったんだけど、要は人間がこの体である以上悟れないようなことがあって、その身体感覚から来る僕たちのその自我であるとかっていうところからの離脱っていうのが実はその座禅とか、なるほどね、そのヨガであるっていう、そういう説明してなかったんだけど、なるほど、そうなのかなって思ったわけ、それ読んで。はあ、それで初めて、あ、ヨガをなぜやるのか、なぜヨガはああいう形で座った形なのか、っていうのをすごく、なんていうかね、やっぱそういうのにも意味があるんだろうなっていうのをすごく感じましたね。なるほどな。僕たちがその実は動物は悟ってるけど人間が悟れてないような感覚っていうものをそのどういうふうにこう取り戻していくか。でも僕たちは一応進化としては連綿と続いてるわけじゃないですか。それ二足歩行する段階で失ってしまったようなそういう感覚を、なるほどね、その自分たちの体の呪縛ですよね、二足歩行することによって。前でだから二足歩行しないっていう修行もあるらしいですし、なんか一回深井さんが自分の体を車に例えてる時があったじゃないですか、何回か前番外編かなんかで、それでいうと車から降りてちょっとチャリ乗ってみるとかに近いかもしれない、近いかもしれないですね。だから自分の体っていうものでしか認識できないものを一回取っ払うっていうイメージ、この意識を外していくみたいなことをしてるっていう感覚なんだろうなと思って、でそういう感覚が理解できれば、その最長じゃない空海とか佐々木の一休さんとかがそのなぜそういう身体感覚の中で悟りを得るのかっていうのは、もう生物学的なレベルでの要は直感なんだっていうことが分かってくると思うんですよね。なんか脳にも関係ありそうな気がして、そうだね、なんかその
いいアイディアが思い浮かぶ瞬間って、はあ、あの右脳と左脳が同時に稼働、結構同時に稼働した時だという風な、あの説もあって、面白い、はい、普段結構僕ら日常生活の中でどっちかというと左脳中心なんですよね。ロジカルに物事を考えたりとかすることの方が多いんですけど、実はそれ同時にピッとこう動いた瞬間に新しいアイディアが出るっていう風な実は説もあって、そうだよね、面白いよね。だからそのね、ある意味東洋がその身体的な、その悟りを得るにおいて身体的な動作をすごく重視をして、瞑想であったり禅であったりだとかっていうのを発達させていく一方で、西洋はそういうのをあまり重視せずに、要は左脳でずっと哲学を作っていて、でもその西洋のそのスティーブ・ジョブズみたいな、そのね、この時代の最先端を言ってるような人たちは禅を学ぶみたいなことが起こるっていうのは非常に僕面白い現象だなと思っていて、あの結局何かこう自分たちが持っている今の思想体系だけでは到達できない何かを直感的に感じていて、そこに到達するためには結局身体動作を伴うような新しいアプローチをしないといけない。でそれは禅の中にあるんではないかって多分彼自身も考えたのかもしれないと思うんですけど、全然知らないですけどね、スティーブ・ジョブズのこと一冊も本読んだことないから分かんねえんだけど、なんかそういうようななんかこう西洋東洋の相互連関みたいなのが今新しくまた東洋側からも学んでいこうみたいな流れがあるのが僕はすごく面白いなと思っているところですよね。僕たちが禅を重視していたかってそんなことないじゃないですか、けど意外とそのね外国の方の方が禅を重視し始めたりとか、なるほどね、禅とか言ってなんかいろいろね輸入していって、それをシンプルにしてなんかこう説明したりとかするっていうのでそれを逆に俺らがビジネス書で読むみたいな、面白いな、なるほどね、マインドフルネスとか言ってなんか、いやずっと前に言っとるよ仏教でみたいな、いやでもなんか近くにあるからこそ全然なんかそこに目が向かないのもあるかもしれないですね。多分時代時代の中でその時のニーズとかある、あとは天才の出現によって過去に実はあった知見とかがまたリバイバルされるっていう構造はなんかあるような気がするんですよね。だからこの大日如来と一緒に合体するみたいなそういう話は実はバラモン教ではそれがそうなんですよ。そうバラモン教では繰り返しなんだね。そう繰り返しなんですよ。バラモン教が一番最初に書いて、あ2回目かな、バラモン教って言ったじゃないですか、仏教からの源 の、 あの宗教なんですけれども、バラモン教の中でブラフマンっていう概念があって、これは宇宙を支配する原理なんですよ。でもう一つは我って言って、まあアートマンです。これは要するに個人を支配する原理なんですよ。これが合体して同一になると永遠の幸福が得られるなんですよ。でも実はもう先祖返りしてるんですよね、仏教、密教は。バラモンの。そう、何百年前のこうなんだろう知見をリバイバルしてるっていう風にも言えるかなと思う。確かにね。すごくない？まあでもその一体化するみたいな概念はずっと多分仏教の中にあって、それをまた何か何回もいろんな言葉で語り直しながら、そうな、ブラッシュアップしていって出したように、出したって感じかもしれないね。そこの到達手法としてのその三密家事っていうとであるとかいうのを出していったって感じですかね。あ確かにね、体系化しないと多分普及はしていかないもんな。そうだね。いやそんな感じなんで、なるほど、次回かは次最長が出てきます。うわついにちょっとじらしちゃうね、空海の話途中で止めて次最長の話して、もう本当にもういけず京都俺生まれて初めていけずっつったわなるほど、はい、ということでついに最長が次回出てくるということで、いや今回もものすごい濃い説明をありがとうございました、はい、ありがとうございます。